FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。5月6日木曜日、ただいまの時刻は8時1分です。カルチャンプルーラ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日木曜日の担当は立花さゆりです。これからの1時間どうぞお付き合いください。ゴールデンウィークも明けて、今日から出勤ですとかお仕事のスタートの方多くいらっしゃると思います。さあ、どのようにお過ごしでしたでしょうか。いやいや、まだまだね、この木曜日金曜日お休みを取って11連休という方もいらっしゃると思いますね。こうして長く連休続きますと、なんだか曜日の感覚がなくなってくるっていうようなことも起こりうるではないでしょうか。私もあれ、今日何曜日だったっけ、今日は何のゴミだったっけっていうことで、あの連休中の朝はスタートしたんですけれどもね、はい、そして、沖縄地方、こちら那覇市内上空なんですけれども、少し薄曇りの天気になっております。昨日からですね、沖縄地方は梅雨入りをしたということでニュースが流れておりましたけれども、そうですね、本当に蒸し暑くて、いつざっとまとまった雨が降るのかなというところでもあります。今日のお天気は曇り、朝から昼前雨、風は東の風のち南の風、波の高さは 1.5 メートルです。降水確率はこの後お昼12時まで 50%、 お昼12時から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 20% となっております。そして今日日中の予想最高気温は、那覇で27度です。本当にね、蒸し暑い一日になりそうですね。また現在ですね、こちら昨日の9時7分、沖縄気象台の発表によりますと、本島中南部北部久米島に波浪注意報が出ているというところです。さあ、この沖縄地方の梅雨なんですが、例年ですと6月21日もしくは23日慰霊の日あたりまで続くので、この1ヶ月と半分ぐらいかな雨と向き合うという、ね、天気になっております。さあ、皆さん梅雨と言いますとね、あ、もう雨か、ジメジメして鬱陶しいなっていう風に、ね、感じる方も多いと思います。特にですね、外で仕事をされる方、傘を差したり閉じたり、移動を気をつけたり、物が濡れないようにというようなことを気にしていただきながら過ごされると思うんですけどもね、まあ、こういったマイナスイメージの強い雨の日なんですけれども、いやいやいや、雨の日も実は見直してみるととてもいいことたくさんあるんですよというようなお話を今日はお届けしたいと思います。毎週木曜日は県内で活躍中のスペシャリストをご案内して番組を進めさせております。今日はですね、ストレスケアのスペシャリスト玉城萌子先生をお迎えしてお届けします。では曲が明けたあたりから、萌子先生ご紹介させていただきたいと思いますので、どうぞ皆様も、どういうふうにこの雨の日過ごしたらいいのかなというあたりを一緒に考えていただきながら番組お付き合いくださいね。それでは、モーニング那覇ですね、本日も一曲お届けしながら進めさせていただきます。ちょっとね、ゆったりしたナンバーをお聴きいただきましょうね。Loving You お届けします。
モーニング那覇お届けしております。さあツイキャスからもう朝早くからおはようメッセージたくさん届いておりますので少しご紹介させてくださいね。まずはトップバッターのたけしーさんです。おはようございます。そして今日はトミグスクからのスタートですね。ライチさんですね。ハッピーバースデー梅雨笑ってくるんです。本当だ、ハッピーバースデーなのかな。今年も来ましたねっていうことなんですけどね。除湿機買いに行きたいさ、そしてエアコンのクリーニングしたいさ。本当にそうですよね。もうこのね除湿グッズそれからエアコンがフル活動するそんな時期になりましたね。そんなライチさん、昨日は親友の誕生日でした。那覇ビールプレゼントしたよ。本当は一緒に乾杯したかったけどということですね。はい、那覇ビールもね発売されてますよね、はい、アロマホップの、まあ、香りがいい那覇ビール、私まだ飲んでないんです。買って冷蔵庫に入れてるだけなんですけどね、はい。そしてライチさん、いろいろストレス溜まってます。世の中変わりすぎ、趣味の筋トレ、釣りがストレス発散です。あとは美味しいもの食べることかな。あ、それもいいですね。いろいろとね自分で何か変化をつけてね体を動かしたり美味しいもの食べたりもいいですね、はい。それから、テイツさんもおはようございます。ストレスケアのお話楽しみに聞いてますよというメッセージいただきました。そして横浜から、横浜さんです。先週は祝日のせいか寝てしまった、すいません。あ、そっか、聞けなかったのかな。そしてゴールデンウィーク明けの今朝の横浜は雨上がりの曇りのち晴れです。予想最高気温は25度、最低気温は14度ということですね。お天気がね少し、崩れてるのかなっていうところですけどね。はい、皆さん朝早くから本当にメッセージありがとうございます。さて本日のゲストの方、早速ご紹介させていただきます。 BTU 沖縄教室教室長の玉城萌子先生です。萌子先生、おはようございます。はい、おはようございます。あ、今朝からね本当にもう癒しボイスだなというふうに、ね、ちょっと声が、いえ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 。本日は2回目のこのモーニングナハ、はい、お越しいただきまして本当にありがとうございます、ありがとうございます。いえいえいえ、はい、もう先生の声を聞いただけでね癒されるそんな方も多いと思いますけれども、さあ萌子先生、はい、もう梅雨に入りましたよ。そうですね、もう梅雨、ゴールデンウィーク明けたらもうすぐね、はい、沖縄は梅雨に入るんですけど、もうこのタイミングでこのお話しなきゃって思いまして、うん、はい、そうですよね、はい、本当に声をかけていただいて、うん、ラッキーかなっていうふうに思ってます、はい、もう本当にもう、うん、ちょうどいいタイミングでね萌子先生のスケジュールが空いてらして、うん、よし今だって、もうね、うん、ぜひこの日に話さなきゃですよね、うん、そうですよね、うん、はい、はい、ありがとうございます。今日本当にたくさん皆さんにお届けしたいことあると思いますので、はい、順番に、いきたいと思いますけれども、はい、実は萌子先生この沖縄は、うん、梅雨に関係なく雨が降っていること多いんですよね、はい、そうですよね、うん、晴天が少ないんじゃないかなと思うんですけど、うん、はい、いかがでしょうか。どのぐらいなんでしょうか、1年365日の中で、ねね、365日のうち、うん、もう3日に1回は雨が降っている、うん、それはもう日本全体なんですよね、うんうん、そこの中でもすごく、はい、地域的に降っている場所もあると思うんですけど、はい、その中に沖縄も、うん、本当今日は晴れかなと思ったら午後からスコールであったりとか、ね、本当にこう、うん、沖縄といえば青い空、はい、青い海っていうねイメージなんですけど、ありますけどね、もう県外の方がいらっしゃる時に、うん、晴れの日なかったんだよねっていうねお話をされると、はい、うわー、なんかこう当たり前に過ごしてるので、うん、はい、いつも晴れ気分なんですよね。そうですよね。だけれども、ね、晴れてなかったみたいなね、考えたら結構雨降ってますよね、うん、そうですね、一日を通して、うん、まあ、本当に晴天快晴という日が実は少な い,、うん、少ない、ね、それ4ヶ月、うん、1年を通すとギュッと集約すると4ヶ月はそう4ヶ月雨が降ってるわけです。ですよね、3日に1回ってことは ね, ね、うん、びっくりです。さあこの雨の日にね、うん、まあ、不調を訴える方ってはい、ものすごく多いと思うんですけれども、うん、これはまあ例えば、
代表的なのが頭痛。そうですね、頭痛多いですよね。多いですよね、あとだるさ、はい、人によってこう関節の痛みですとか、うん、喘息の持病を持っていらっしゃる方もね、はい、うん、ちょっと具合が体調が良くないかなっていう方も多いと思うんですけれどね、はい、これはもう天気に関係するところでしょうか。そうですね、うん、この天気、うん、まあ、皆さんねよく耳にしているとは思うんですけど、うんうんうん、低気圧っていうのはどうでしょうか、うん、なんか気圧の関係で、うん、なんかこう不調だよねっていう、うんうんうん、まさにね低気圧のこの関係性から不調が出るっていうのがね、うん、この一番の原因なのかなって思うんですよね。なるほど、そうなんですよね、うん、まあ、今でもこうマイナスなイメージっていうところもね、うん、あるんですけれども、はい、ちなみに萌子先生、うん、雨の日はいかがですか。好きか嫌いかになりますと。そうですね、体調からすると、うん、そんなに多分体が慣れているっていうことと、うんうん、なんだろう、あまりこう雨による不調は感じないんですけど、はい、うん、意外に雨大好きなんですよねだから梅雨が好きというわけではなく、雨は何かこうしっとりしていたり、うん、ゆったりしていたり、はい、私の中では割とこの、うん、何ですかね、リラックスモードっていう感じがなんか好きなんですよね、うんうん、気持ちわかるかもしれない、うん、確かに雨音が好きなんですよ ね、うん、ね、自然を感じるっていう意味でもね、うん、雨がね嫌いな方意外に多いんですけど、はい、多いですよね、そんな中 ねしっとりするとか、うん、こうリラックスモードっていう、ね、視点で見ていただければ、うん、ね、雨も悪くないかなっていうふうにね。そうなんですよね、うん、実は昔から日本ではね、うん、縁起がいいことってされたりもするっていうふうに聞いたことがありますよ、うんうん、どうですか結婚式のね、うん、はい、司会をされる立花さんだからこそ、うん、なんかね雨降って地固まるとかっていうね、はい、言葉も、よくおっしゃるかもしれないし、うん、聞かれるかもしれませんよね。ありますよね、うんうん、結婚式でねよくフラワーシャワーですとか、はい、ライスシャワーっていうことをするんですけども、はい、あれよく考えたらシャワーなので、うん、そう、ね、雨なんですよ。はあ、そうなんですね。ってことは雨はもしかしたらいい意味でも使われる、うん、そう、幸せの、ね、うん、代名詞っていう、うん、考え方もありますので、うん、雨を、ね、こうマイナスなイメージだけで捉えるのはすごくもったいないかなって思います、うん、そうですね、うん、何でもちょっと角度を変えれば、ね、はい、いいかもしれないんですけども、うん、まあ、先ほどそうです、ね、低気圧っていうことをおっしゃいましたけれどもね、うん、低気圧、例えばもう簡単に分かりやすく言うとどういうことが体で起きてるんでしょうか。はい、うん、山に登った時の、はい、まあ、軽い高山病のような感じなんですよ。うん、高いところ行くと空気が薄くなって頭痛が起きてっていう、はい、高山病ですね、うんうん、ね、そうすると少しこう息がきつくなったりとか、ね、はい、しますよね、うん、頭痛が起きたりとかね、うん、あります、まあ、ね、そういうこの、うんうん、低気圧の関係で、うん、私たちの血管とかね、はい、リンパ管がすごくこう膨張するような状態を引き起こして、うん、はい、体がちょっとねこう、うん、高山病のような状態、うん、頭痛とかだるさとか、うん、あと耳鳴り、あ、うん、はい、で雨の日はむくみも感じると思うんですよね。なんか感じますよ ね、うん、朝今日ヒールを履いた時に、うん、あ、なんかこうきついと思ったんですね、はい、あ、やっぱりこれも、はい、低気圧の関係なのかなって思いながら、うん、あ、はい、なるほど、感じます、うん、なんか体が水分を含んでるみたいな ね感じしますよね。します。で、関節が傷んだりとかですね、うん、血流が悪くなったり、はい、あ、うん、なるほど。で、雨になると体が冷えたりもするのでね、そっか、それもこう体が冷えないっていうこともすごく大事なことなんですよね。まあ、様々な症状を感じる方多くいらっしゃると思うんですけれども、うん、これってなんていうのかな、例えば、まあ、自律神経にも関係してくるって聞いたことあるんですけども、そのあたりはいかがですか。はい、そうですね、うん、低気圧の関係で、うん、その自律神経が乱れる、うん、
それが不調の、うん、原因にもなるんですね。なるほど、はい、自律神経って2つあるって聞いたことあるんですけど、はいはい、こちら詳しく教えてもらってよろしいですか。はい、自律神経にはですね、うん、2つあって、はい、まず1つ目はですね、うん、交感神経、うんうん、交感神経は通常ですね、うん、朝起きた時から、うん、まあ、優位な状態になって、うん、私たちの頑張る力を与えてくれる働きをしているんですね。まあ、車で言うとアクセルになります、はい、あ、はい、スピードを、ね、スピードを上げて、よし、うん、今日も一日頑張るぞっていうアクセルですね。で、もう一つはですね、うん、はい、副交感神経と言いまして、うん、はい、まあ、夕方遅く、お仕事終わると家に帰ってリラックスしますよね、はい、そのリラックスする眠りをこう誘う、うん、あの神経になっていて、うん、これ車でいうブレーキになります。アクセルとブレーキ、うん、ですよね。そしてこの寝てる間に細胞を修復して、うん、翌日の活動に備えるのもこの副交感神経のリラックスモードの役割でもあるんですよね、うん、なのでその、うん、交感神経と副交感神経のこのバランス、うん、はい、これが乱れることによって不調を引き起こしてしまうっていうことなんですよ。そうなんですね、はい、でこの雨が降ると、まあ、例えば低気圧ですよね、うん、それを感知して、うん、なんかこう交感の自律神経も変わってくるんですか。そうですね、雨が降ると、うん、あの低気圧をこう、ね、感知してくると、うんうん、朝交感神経にスイッチが入るものが、うん、その雨を降ることで副交感神経を感知してしまうんですよ。なるほど、ね、エネルギッシュになりたいのに副交感神経優位になるってことは、うんうん、朝からなんかこうゆったりしてしまう、なんか体が重い、うん、まだ眠いな、起きれないってなりますよね。あります、うん、いつもより支度にね倍時間がかかってしまったり、うん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 、ありますよ ね、もうちょっとゆっくりコーヒー飲んでようかなとか、ね、感じちゃってますけど ね、 支度がね、うん、遅くなったりとか、うん、あれ遅刻しそうとかっていうのも、そう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 、多分晴れてる日よりは、うんうんうん、雨の日は遅いかなって思うんですよね、皆さんね。それじゃあ副交感神経がちょっと優位になってるのかなっていう状態が起きてるんですね、うん、そうなんです。あ、なるほど、うん、まあ、そうでもそう言っても仕事に行かなくちゃいけない、うん、この休みモードをねこう無理にこう切り替えてしまう、うん、っていうあたりでは何か体にもあれですか、負荷がかかったりしますか。そうですね、うん、もう負荷がやっぱりかかりますよね、うんうん、急にアクセルを踏み出すみたいな感じなんですか ね、うん、ね、急に起き上がるっていうのもね、うん、体のこの生理的なものですからね、うんうん、意志の力でね、うんうん、皆さんこう頑張って起きられるとは思うんですけど ね、 ですよね。その無理することが体の症状、うん、疲れに結びついたり、うん、するんですよね。そうなんですね、わかりました。このですね、もう、うん、先ほどこうなんとかの低気圧を感知するって言ったところなんで、うん、これ肌で感じるんですか。例えばいや、それがね、臓器で感じる。意外に、うん、耳の奥にある内耳の方で、うん、感知するんですよ。あ、耳の奥、はい、低気圧をこう感知して、うん、交感神経にスイッチが入るのが副交感神経に感知してしまうっていうのがこの内耳のこの役割があるんですよね。そうなんですね。意外ですよね。意外ですよね、うん、こう肌から入ってくるものかなって思ったりしたんですけど、うん、もうそんなところにあったんですね、うん、そうなんです。わかりました。はいはい、まあまあ今日はね雨の日ではお休みってわけにいかないんですけどもね、うん、まあ、雨の日でもこうお仕事を快適にできる方法って先生ありますか。はい、あります。ありますか。ぜひぜひ教えていただきたいですね。はい、はい、お願いいたします。うん、はい、まあ、雨の日はね、うん、いつもより外のこう光も暗いですよね、うん、でカーテンからこう、ね、入ってくるこう光より多分雨の音の方が、ね、うん、聞こえてきていつもよりこう頭がぼんやりしたり、うん、まあ、このままずっと寝ていたいなって思うと思うんですけど、はい、まあ、そんな時にね、うん、無理やりよっしゃって起きるよりは、うん、その寝ている仰向けの状態でできることがあります、
仰向けの状態で、はい、仰向けの状態でベッドとか、ね、はい、お布団の上で仰向けになって、うん、その手と足を天井にこう上げてですね、はい、ブル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 っとこう、うん、震えさせるというかね、はいはい、ブルブル運動って言いますけど、なんかねゴキブリ運動とか聞いたことないですか？ありますあります、ね、はい、ゴキブリがこう、ね、ひっくり返ってね、こうなんだろう、死んだ時って言ったらね、パタパタというかブルブルというかね、はい、そんな感じでね、こう聞いたことがあるんですけど、その手と足をこう上げてブル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 ってやるだけでも、手足両方上げるんですね。そうなんです、はい、なるほど、これは高齢者の方もね、はい、できる運動なので、もう若い方だったらね、はい、すぐにやっていただけるのかなって。これブルブルさせることによって、例えばまあ血流が、そう、血流が良くなって、うん、交感神経にスイッチが入ります。あ、なるほど、うん、ね、やっぱりこう、うん、筋肉をこう刺激するだけでも交感神経がね、うん、こうスイッチが入るので、はい、そのブルブル運動をぜひやっていただきたいなと。おすすめですね。はいはい、また冷えやむくみの改善にもつながるというね。そうなんです。そんな効果もあるんですね、うん、はい、まあ、一つ目はそのブルブル運動をおすすめということですね。おすすめです。他にもありますか？あと出かける前のですね、うんうん、厚めのシャワーが一番いいです。目が覚めますよね、はい、うん、これよく聞きますよね、うん、冷たいものではなく、うん、できれば厚めがいいです。あ、熱い刺激はやっぱり交感神経刺激しますのでね。うん、そっかそっか、少しじゃあゆとりがあって時間がシャワーできるわっていう時は、はい、うん、少し早く起きないといけないですよ ね、 ね、厚めのシャワーでこうシャキッと目覚める、はい、というのもいいですね、はい、うん、さあそれから何か他にもありますかね、はい、うん、でカフェインに制限がない方におすすめですね、はい、コーヒーをできれば雨の日は少し多めに飲む、うん、で濃くして飲むっていうのもおすすめです、うんうんうん、もしコーヒーが苦手な方は、うん、はい、緑茶であったり、うん、紅茶であったり、もうそれでも構いませんので、うんうんうん、それを多めに飲むことでですね、うん、血管をこう収縮させる、うん、低気圧でね血管が膨張するって言いましたよね、はい、それを少しこう、ね、収縮させるっていうところでは、うん、カフェイン効果があるんですよ。そうなんですね。それが交感神経にまたスイッチが入るのでね、うん、もう目がバチッて開きますよね。そっか、そうですよね、うん、ちょっとまあ普段より濃いめにっていうのも、ね、そうですね、いいですね、はいはい、制限がないという方はぜひ、ね、うん、試していただきたいと思いますけれども、はい、さあ他にもまだまだありますか？はい、うん、まあ、頭痛だとかですね、だるさ、眠気が強いなっていう時にはこめかみをですね、はい、少し冷やしたり、うん、首筋をこうキュッと冷やすだけでも、うん、その膨張した血管をキュッと、はい、ね、締めてくれるっていう ね、 そうですね、寒気が来ないぐらいのところでねやっていただきたいですよね。そうですね、うんうん、あまりこう、うわ冷たっていうのは、うん、ね、あえてね風邪ひいちゃったらね困るので、でもこめかみとこの首筋であれば ね、 ね、うんうんうん、いいかもしれない。よく私が、ね、アロマが好きなので、はい、ミント、ペパーミントをこめかみですとかね、はい、この首筋につけることあるんですけど、スーッとしますよね。しますよ ね、 ね、はい、うんうん、あ、それもいいかもしれない、眠気覚ましにね、はい、うん、はい、そしてまた、はい、まあ、外回りの方もいると思うんですけども、うん、はい、何か、なんていうかな、日常でできることってありますか？はい、歩き方にも交感神経のこうスイッチを切り替える方法があって、はい、ちょこちょこ歩くよりはちょっと大股で歩くと、この姿勢を支える筋肉、うん、はい、これを抗重力筋って言うんですけれども、はい、その抗重力筋をですね、うん、こう刺激するような大股歩きは脳を活性させるので、うん、ぜひ大股で。なるほど、雨関係なく大股がいいんですよ。なるほど、うん、雨関係なく、はい、だけどね、雨だとなんかね、いろんなことに気を使うので、そうそうそう、足元がね、ちょこちょこちょこってく、うん、歩いたりする方をよく見かけるんですけど ね、 そうですよね。できれば大股がいいです。潔く大股で、はい、うん、脳を活性するとね、はい、お仕事もきっとうまくいくんじゃないかなって思うんですよね。うん、じゃあ大事な商談があるとかね、はい、これから、ね、
ちょっと頑張ろうっていう時には、うん、ぜひ大股で、大股でこれすぐできますもんね。そうですよね。いつもよりちょっとね歩幅を大きくするっていう風に意識してもらえるといいかなって思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、雨の日にもねこういってもたくさん、ね、こう過ごし方があるということですね。ありがとうございます。はい、さあ今日は、ストレスケアのスペシャリスト BT 沖縄教室教室長の玉城萌子先生をお迎えしてお届けしておりますモーニングラハです。それではここで内縄口ナウをお楽しみください。です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ、皆さん楽しんで覚えてますか？今日はこれ言ってみましょう。肩ぶい、肩ぶい。沖縄では特に夏場、今まですごく天気が良かったのに突然バーッと雨が降ります。あ、洗濯物干してたのに大変なってる、早く帰らなきゃと急いで車を走らせますが、あれ、さっきまでいた場所は雨が降ってたのに、ここは道路も乾いてるし雨が降ったような跡がないぞ。で、家に帰ると洗濯物も無事ということがよくあります。そう、肩ぶいとは局地的な雨のことなんですね。私が小さい時には3軒隣の友達ん家は雨なのにうちは晴れているという不思議なことがあったな。まあ濡れた洗濯物はまた乾くわけだし、慌てない慌てない。那覇への愛を聞かせてください。那覇市政100周年記念キャンペーン、 FM 那覇では那覇市の市政100周年を記念してあなたからの15秒のメッセージを募集中。あなたの声がラジオから流れます。応募方法は2パターン。15秒以内の音声を録音して音声データを780@fmnaha.jp 宛てに送ってください。またはツイッターに那覇への思いを綴ってツイート、ハッシュタグ那覇市政100周年を祝おう FM 那覇キャンペーンをつけて投稿してください。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。改めましておはようございます。5月6日木曜日、ただいまの時刻は8時32分になろうとしております。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日木曜日の担当は立花さゆりです。後半の30分間もどうぞお付き合いください。さて萌子先生、メッセージがいくつか届いておりますよ。はい、ありがとうございます。はい、ご紹介させていただきますね。ですね、テイツーさんですね。萌子先生、癒しボイス、今日は2人とも癒しボイスですね。ゲストに呼びたいさということでね、メッセージ届いております。テイツーさんもですね、ストレスケア勉強になりますねということですね。はい、雨の日は買い物以外は出かけずに、うちの整理整頓、メンテナンス、断捨離をしたりしています。不要な服や物を分けたり、部屋で掃除をしたり、何事もすっきりですね。他にも食べたいものを作ったりしています。こんな過ごし方をねしていらっしゃる方もいらっしゃいますよ。そしてですね、こちらは、ですね、うどん県大好きさん方からもいただきました。私が雨の日にしたいこと、それはドライブです。いいですね。晴れの日でもやりたいのですが、雨の日は車の汚れを洗い流すことができます。あ、そっか、そういう効果もあったんですね。また晴れの日に比べてスピードオーバーする車がかなり減るので運転がしやすいです。
というねメッセージいただきました。他にも旧具志川市のオレさん、そしてカープボーイさんもメッセージくださいました。ありがとうございます。さあ先生、このようにね、雨の日の過ごし方いかがですか。まずドライブですかね。いいですね。なんだろう、リラックスモードになる、この副交感神経が優位なので、こうスピードをちょっとこう出さなくてもいい、あの気持ちになりますよね。そうですよね。なんかこう雨が降っているので、こう注意しながら運転していて、なんかこうやっぱりゆったりしているので、バーッと走っていくような車って、考えたらないかもってちょっと思ったんですよね。そうですよね。いいと思います、この自然のね、雨音をこう聞きながら好きな音楽をかけて、ドライブいいですね。いいですよね。素敵です。はい、そしてね、テイトさんの買い物は行かないですよっていう風なね言葉があったんですけど、これはいかがですか。買い物、雨の日の買い物。そうですね、家でね、こう買い物せずにゆっくりっていうのもおすすめなんですけど、意外にね、この晴れの日に比べると、雨の日ってこのやっぱりホルモンのバランスで衝動買いがなくなるんですよ。だからこの大切な、ものを買いたい、大きな買い物をしたいときには、雨の日がおすすめなんです。その晴れの日は交感神経が優位になっているので、アドレナリンとかですね、出るんですよ。出ますよね。そうなるとテンション上がっちゃうもんね。テンション上がって、よく考えずに買っちゃうんですよね。ねえ、だから雨の日になるとちょっとこうね、気持ちが落ち着くので、本当に必要なのかな、大丈夫かなっていう気持ちになるので、私はもし買い物をするとしたら、雨の日がおすすめですね。なるほど、大切なものはね、そう、車とかですね。あ、そっか、家とかもですね、大きな買い物。そうです、ですよね。ぜひ忘れずに、その雨の日の買い物の方が、うまくいくことの方が多いです。なるほど、なるほど、そうですよね。冷静な判断ができるのでね。はい、本当だ、ありがとうございます。はい、さあ他にも雨の日におすすめしたいこと、先生、デートなんていかがですか。そうですね、デートも、やっぱり人肌恋しい時ってね、雨の日だからこそ、例えば傘をさしてピタッとこうくっつく、それもお互いのね、このオキシトシン、幸福ホルモンっていうものが出るんですよ。へ、触れ合うことによってですね、スキンシップですよね。そうそうそう、なのでぜひ晴れてる時よりも、雨の日のね、デートは OK ですね。ねえ、いつもよりもね、なんか仲良しさんになりそうですよね。この雨の日の光も、人を美しく映し出す効果があるんです。おお、なるほど。雨の日に見る彼女の顔とか、彼氏の顔はすっごく綺麗に映ると思いますよ。いいかも。ねえ、このね、天気のね、この優しさというかね、そうそうそう、光の優しさが実は雨の日にあるっていうところですね。じゃあそういったね、こう優しくなれる気持ちで、なんだろうな、例えば夫婦喧嘩をしたりとか、ちょっと子供叱りすぎたかなっていうことも日常あると思うんですけども、この雨を利用して、そう、なんかこうね、いい謝るタイミングっていうのもあります。疲れたりしませんか、ね。副交感神経は、受容リラックスモードになるので、もう仲直りするのには最適な日なんですよ。はあ、そうなんですね。だから言い過ぎたなとか、これ言っとかないといけないよねっていうことも、晴れの日で言うと、もうわっとなっちゃうと思うので ね、エスカレートしちゃいますよね。逃走モードになってると思うので、できればね、雨の日のリラックス受容モードの時に、ごめんねって言うと、いいよっていうね、もう許してもらえると思いますので。なるほど、人間関係の修復にもね、雨の日は外せないかなと思います。人間関係の修復、そう、なるほどね。ぜひね、覚えていただきたいですね。何かね、謝る、謝りたいなっていう時には、ぜひ雨の日を利用してほしいなと思います。いいと思います。まあ、でもそう言ってもね、先生、雨の日の仕事って
辛いなって感じる方多いと思いますけど、うん、どうですか、ね、仕事の仕方も、うん、関係あります？いっぱいこう、ね、やり方があると思うんですけどね、うんうん、一番こう需要モードで感性がこう、うん、一気にこう雨の日って、うんうん、感性がこう、うん、高まる、うん、刺激でもあるので、はい、例えば企画を練ったりとかですね、うんうん、集中して勉強したりとか、うんうん、提案書とかっていうのも、はい、雨の日にやるといいかなって思うんですよね。もう感性のスイッチがぴったり入っちゃうので、その時の企画は素晴らしいものが出来上がると思います。企画をする、もう集中するのにもってこい、うん、そう。で、そんな時に上司に例えばこう企画書を提出して、うん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 、いつもだったらもう少しこうやり直してこいとかですねもう少し考えろとかっていうような言葉も、はい、うん、雨の日だからこそ需要モードになってますよね。なるほど。だから意外にすんなりこの企画書が通ったりするっていうのも、うんうんうん、私は雨の日にこうね、うんうん、提案書企画書は出した方がいいかなって思います。そっか。例えば営業先に行くっていうのもこの雨の日は、はい、もしかしてベストなんでしょうか。もうベストですね。なんかこうお客様側もやっぱり雨が降ってるのでゆったりされてるんですよ、うん、皆さん、うんうん、そういう時にね営業に行かれて、いつもは3分ぐらいでもうはいはいはいっていう感じでね返されるところも、はい、雨の日に来てくれたんだっていうね、この需要モードから、うん、まあ、5分とかね10分ぐらい、はい、いつもより長くお話を聞いてくれるのかなって思うので、ぜひ雨の日、はい、雨の日に出たくないって思うのかもしれないんですけど、うんうんうん、私は雨の日の営業はおすすめです。試してみてください。本当ね、試してみてください、はい、すごいですね。こう考えたらね、そうなんです、デート、人間関係の修復、お仕事、うん、悪いことは ね、そのばかりでないんですね、うん、雨の日ね。そうそうそう、ありがとうございます、はい、はい、今日はね、ストレスケアのスペシャリスト萌子先生から、いろいろな雨の日の過ごし方聞いております。また後半もぜひ皆さんお付き合いください。さなえ宅建塾の代表のヨシーです。この度は那覇市政100周年本当におめでとうございます。僕も那覇市民として非常に祝福しています。これからも素晴らしい那覇をよろしくお願いします。モーニング那覇お届けしております。こちらはメッセージですね。はい、ラジオネーム今日もおかしな銀のトロンボーさんです。はい、おはようございます。さゆりさん、一通ぞやの夜、月曜日の夜ですね、ありがとうございましたということですね。はい、ですね、銀のトロンボーンさん、はい、私が、はい、うん、月曜日の夜の番組ちょっとストリームにお邪魔した時に、ですね、ギャラリーとしてお越しいただきましたね。お写真もありがとうございます。はい、確認させていただきました。さあ、萌子先生、メッセージというか質問がね2つ届いているんですよ。はい、こちらをご紹介させていただく前にですね、はい、実は萌子先生 BT 沖縄教室という教室を開催されていますけれども、はい、まずストレスケアを専門に、はい、うん、普段お仕事されているということで、はい、こういったこのストレスに関する質問、はい、うん、2件よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます、はい、まず1つ目です。ラジオネームゆでたまごさんです。はい、先生こんにちは。ストレスについて質問があります、はい、ストレス、ある程度のストレスは日常の良い刺激になると聞きました、はい、ですが、どこからが危険なストレスか、そして自分で気がつくこのストレスのサインっていうのはありますか、という質問です。そうですね、うん、いかがですか。当たり前のことができなくなった時というふうに少しストレスのサインを考えていただけるといいかなと思います。例えば、はい、まあ、日常でね、
寝つきが悪いとかですね、夜中目が覚めるとか、うん、あと日常生活の当たり前のことですよね、うん、私たちの、ね、はい、ご飯を食べるであったりとかね、うん、そういう当たり前のこと、日常生活に穴が開くようなことが出始めたら、うん、あ、なんかちょっとおかしいなっていうね、うん、それがストレスのサインとしてちょっとこう考えていただけるといいかなと思います、うん、特に睡眠に出やすいと思うんですよ、うん、あ、うん、そっか、はい、寝つきが悪かったり、また眠っても何だろう、夜中目が覚めることが頻繁にある、うん、そうですよね、あとはこう日常の例えば、うん、何でもないところでつまずいて転びそうになったりとかですね、うん、足元がもうおぼつかないというところでしょうか。そう、はい、それも関係あるんですか。空間認知能力っていうね、はい、うん、そういう部分でもなんかアンバランスになると、うんうん、やはりストレス、脳疲労のサインなんです。あ、そっか、うん、先生はね、あのストレスは脳疲労から、ね、うん、来ているんだっていうことをね、おっしゃってますけど、そっか、うん、まあ、それがこの体の筋肉のバランスが崩れたり、そうなんです、乱れたりというところですね、はい、うんうん、実は朝先生とね、あの駐車場で待ち合わせして、はい、私があの先生が先に来てて、私が、次に来てバックでこう車を駐車したんですけどももう歪んでるって、先生恥ずかしい、私最近ね車の駐車うまくできないって言ったら、先生のおっしゃった一言がそれは、ね、もうストレスだねっていう話をちょっとねしましたよね。本当にびっくりしました、うん、そうなんだ。そうなんです、車もね、ストレスが高い時は、うん、はい、あの車も上手にこの線に近い状態に綺麗に止められなくなるんですよなるほど、それもストレスのサインだと思ってください。あ、脳疲労だ、うん、ね、快適にこう過ごしてるような感じなんですけどね、日常のいつもできてることができなくなるっていうのがサインだと思ったらいいかなと思います。わかりました、はい、ゆでたまごさん、そのように、はい、先生は答えてくださってます、はい、そしてもう一方、こちらがですね、こちらラジオネームはないんですけれども、うん、質問です。ストレスにならない捉え方のコツ、うん、のようなものはありますか。例えばそれがまあトレーニングなどで、うんうん、調整することは可能ですかっていう質問です、はい、そうですね、うんうん、まず否定しないですね、うん、否定からは何も生まれないんですよ、うん、目の前にあるね、いろんな出来事とかね、物事、はい、ありますよね。ありますね。なんか嫌だっていう前にね、うんうん、なんかいいかもとか、うん、できれば肯定した、うん、あのものの考え方ができることがね、うん、すごくいいかなって思うんですよね。なるほど。もう否定するとね、うん、同じ失敗を繰り返してしまうんですよ。あ、ね、否定から何も生まれないですよね。確かにそうですよね、うんうんうん、物事を例えば否定的に捉えるのも、うん、肯定的に捉えるのも、ね、そうなんですよ。その方の捉え方とか考え方次第というところなんでしょうか、うん、はい、できればこう、うんうん、自分を幸せにできるようなね、うん、捉え方とか考え方ができると、うん、ストレスにならないかな、ストレスが少なくなるかなって思うんですよね。例えば今日雨だからやだなじゃなくて、うん、雨の日だからね、うん、仕事うまくいくわとかね。そうそうそう、ね、雨だからいいよねとか、うん、雨だからこんなことをできてよかったねとかですね。はい、そうですよね、うん、そうそう、うん、このまあ、ね、コロナに関してもそう言われてますよね、うん、コロナだからもやだっていうことももちろんあるんですけれども、うん、でもこのコロナだから実は気づけたこともたくさんあるって皆さんも実感されてると思うんですけどね、うん、そういった捉え方を変えてみようっていうところ、うん、大事ですよね。だから嫌なことがあってもそれも長く続かない、うん、いいこともね長く続かないですよね。そうですよね。ということは悪いこともね長く続くって難しいんですよ。常にね人のこのいいも悪いも揺らぎなので、うん、だからもう嫌なことが続いてるなって思っても、はい、あ、それも長く続かないだろうなっていうふうに考えてください。そっかそっか、うん、なるほど、そういった捉え方で変えてみましょう、うん、はい、というとこですね。はい、ありがとうございます。さあ、まあ、それでもね、あの捉え方も先生難しいよっていう方は、はい、やはりあの専門の、はい、まあ、先生だ
ったりね、はい、ケアをされる方の助言だったり、こうお手伝いが、必要なのかなというふうに思ってます、はい、先生の教室では、はい、例えばどういったことをされるということをお話しいただいてもよろしいですか。はい、うん、ストレスケアカウンセリング、うん、まあ、皆さん、ね、誰かに相談したいなっていう時には、うん、カウンセリング受けてみたいわっていう方いらっしゃいますよね、はい、そうですよね。心と体両方を、ね、整えるカウンセリングをしていますので、うん、今日もね、はい、交感神経とかね、副交感神経とかっていう話をしましたよね、はい、その、疲れてる時ってなかなかこの副交感神経に切り替わっていない、ずっとアクセル吹いてる状態の方っていらっしゃるんですよ、ストレスの高い方は。だからきちんとこの自律神経を整える、このホメオストレッチというストレッチを受けていただきながらですね、考え方をこう前向きにできるような、お話とかもできますのでね、そのストレスケアカウンセリングをぜひ受けていただきたいということと、で、スクールの方もありますので、スキルアップ、ね、この人生の人間関係をこうよりよく豊かにしたいという方は、ぜひスクールの方にも体験授業とかも、ね、ありますので、なるほど、ぜひぜひスクールの方も注目していただきたいかなって思います。そうなんですね、はい、はい、ありがとう、まあ、2つあるということですね、はい、まあ、もう一つは今、ね、コロナで少し足踏みしてるところもあるんですけどね、はい、研修とか講座とかっていうのも出向いて、皆さんと近い形でやってたんですけど、今オンラインとかでですね、PTU のホームページの方からもう充実して、全国の先生方も20人の先生方の講座などもオンラインで受けることもできますので、ぜひBTU アプリもありますのでね、そうですよね、はい、手元に小冊子あげるかな、そうそう、ちょっと写してるんですけど、もう全国20箇所の教室がありますのでね、ケア受けてみたいという方はもうしっかり感染症対策をされて、受けることもできますので、ぜひ問い合わせしてほしいなと思います、はい、これは、ローマ字で、はい、BB そして、T シャツの TTT で U ですね、はい、BTU BTU ストレスとかで出すと出てくるのかな、もうすぐに、はい、上がってきますので、うん、ぜひ検索してください、はい、そうですね、はいはい、実は今日小冊子を先生からいただいてまして、はい、この FM 派にも置かせていただこうと思っておりますので、はい、どうぞ手に取ってご覧いただきたいと思います、はいはい、このね、まず BTU さんのストレスを数値化できるっていうところも私すごく驚いて、はい、11段階でしたっけ先生、ストレスの指数、はい、そうなんです、うん、0から11まで、そのストレスを数値化して、うん、今あなたのストレスは例えば5ですよとか、うん、8ですよとかっていう、で数字でこう表すことができるので、ね、それをまた目安に、あ、こういう体の症状があるから、うん、こうやって数字がまあ5になったり7になったりしているんだなっていうね、グラフ化できるので、そのストレスを測るという意味でも一度体験されるといいかなと思います。それがお話の中だけでなく、実際に先生が体に触れて、うん、筋肉の硬さとかね、はい、そういったところを測って、うん、はい、のストレス出すんですよね。そうなんです、筋肉の緊張力をチェックすると、うんうん、脳のコンディションが、はい、分かるんです。空間認知能力みたいな、ね、うん、話もしたのでね、うん、その筋バランスっていうところもやはり神経を通って筋肉にこう出てくるんですよね、うん、だからすごくストレスの高い方って体がこわばっています。どこかで力入ってるんでしょうね、筋肉もね、ギュッとしてね、それを、うん、ストレスの数値を測って、うん、で今度はその筋肉をほぐしてあげる、うん、柔らかくしてあげる、はい、ということによってこの脳疲労である脳に行かなくなった、こう酸素と栄養を届けてあげる、そう、血流をこう増やしていくっていうね、うん、筋肉を利用して神経を通って、うん、その脳の血流量を増やすことによって脳のコンディションが、まあ、ストレスを解消することができるんですね、はい、うん、なるほど、それもこう体感できるというところですよね、はいはい、本当に従来のこのお話だけのカウンセリングかと思いきや、うん、ストレス数値も測って、そして実際に先生が施術をして筋肉を緩めて、はい、血流を改善する、
ということをなさってます、はいはい、実はこのストレスケアなんですけども今が大変お得というふうに先生そうなんですおっしゃっていただきました。これはもうキャンペーンのご案内聞かせていただいてよろしいですか。はい、うん、あの初回面談は、はい、まあ、7700円、うん、1時間半90分なんですね、うん、それを今2030円でコロナ割引をしています。コロナ割引、そっか。これはいつ頃まで予定されてますか。はい、8月いっぱいまで、はい、そうなんですね、はい、ぜひあのいらしてください。3ヶ月先まで、はい、はぜひあの本当に、ね、私も体感させていただいたんですけれども、はい、すごくいいですよ、うんね、なんかこう、うん、ゆるっとこう、ねうん、なって力が抜けるというか、はい、脱力ですよ ね、 そうですね、はい、うん、このねあのキャンペーンでただいまストレスケアが8月まで2030円で体験できるということですね、はいはい、ではこちらですねお問い合わせ少しご紹介させていただきますね、はい、教室は浦添市の磯にあります。浦添商業高校のグランド側にありますね、学園通りの近くに、はい、教室はあります。お問い合わせ連絡先です。 090-9780-8217 番、090-9780-8217 番です。 BTU 教室、まあ、OPTU 沖縄で検索いただければ、出てきますのでぜひチェックしてください。よろしくお願いいたしま す、はい、します。さあ萌子先生もあっという間の、はい、ねね、時間でしたけれども、はい、はい、本当に、ね、充実したお話、はいはい、していただきました、まあ、最後にも一言だけ、はい、リスナーさんに何かこう応援のメッセージ、本当に一言でいいです。突然なんですけれども、そうですね、うん、こうね、雨の日をできればこう、うん、自然を感じるっていうことをね、うん、ちょっとこう触れながらというか雨音も、はい、うん、癒しのこのねゆったりとした気分にさせてくれますので、はい、できればマイナスイメージではなくて、まあ、幸福の代名詞だっていうことをね、うん、少し今日のラジオの方で、うん、覚えていただいて、はい、もう梅雨も、ね、雨の日を過ごしてほしいなっていうふうに思いますね、はい、はい、ありがとうございます。横浜さんから滑り込みメッセージ、この番組はストレス解消に役立ってますということでね、ありがとうございます。私の声がそのように届いているとすごく嬉しいです。はい、はい、ということでお届けしましたモーニングナハ、はい、今日もですね雨がこの後もしかしたら降ったりまあ、止んだりするかもしれませんけれども、そんな中でも皆さん、明るくどうぞ過ごしていただきたいと思います。萌子先生も本当に今日はありがとうございました。 あ、はい、ありがとうございました。はい、どうぞ皆さん良い一日をお過ごしください。では手を振ってお別れです。はい、ありがとうございます。